菊池克人と佐々木千明の言霊アラカルト。どうも皆さんこんにちは、菊池克人です。あっという間に東京の桜終わっちゃいましたですね。そうですね、もしこれを聞いてる方が地方の方がいらっしゃればですね、これからいかがですかっていうことをちょっと申し上げたいですね。はい、特に東北とかさ、はい、北海道の方はさ、そうですね、まだまだこれから北上していくんで。そうなんですよ。千秋さん東北の出身って聞いてるんで、はい、ね、はい、桜のイメージどんな感じですか。そうですこれから、うん、はい、皆さんこんにちは佐々木千秋と申します。東北出身なんですけれども、やはりもう宮城出身なんですが、4月の本当に新学期が始まったあたりにこう満開を迎えるようなイメージでして、で、まあ、今の時期ですね、春の東北というところでも本当に桜が本当に綺麗に見ていただけるかな、ご覧になっていただけるかなと思うので、ぜひ ね、 いいね、はい、お越しいただきたいなというふうに思うんですが、ね、お花見とかいいよね、行かれますか。若い時はしょっちゅう行きましたけど、はい、今当時ね、靖国神社とか千鳥ヶ淵、はい、よく行ったんですが、昔はあそこお酒飲めたんですよ。へ、今ダメなんだよね。あ、変わってしまったんですか。うん、飲んじゃダメっていうことで、でどっちの方向に歩いてね、はい、警察が全部入ってきて、はい、だからゆっくりみんなじわ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 動くようになっていて、はい、みんなが同じように見れるんだけども、昔みたいにお酒ワンカップ持って歩こうぜはできなくなりました、ね。あら、まあそうなんですね。はい、靖国神社はできますよ。あ、靖国神社はできますけども、千鳥ヶ淵を歩くのは、あの綺麗なね、お堀の横をね歩くのはダメになりましたね。時代とともに少しずつこう花見もね変わってくると思うんですが、ものすごい人数だもん、しょうがないよ、はい、皆さんも素敵な春をお過ごしください。さて、それでは改めまして、言霊アラカルト、この番組は筆跡心理コンサルタントの菊池克人さんとセリフを話すという職業についております、私女優の佐々木千秋が言葉の大切さや魅力、文字を書くことから見えてくるものなどを言霊として皆さんにお伝えしていく番組です。それでは最初のコーナーは言葉の魔法のコーナー。このコーナーは普段何気なく使っている言葉の意味や使い方について、改めての魅力やその影響についてのワンポイントアドバイスを菊池さんの独自の観点で解説していくコーナーです。前回からですね、一つの言葉の使い方で意味や相手への印象、そして自分も含めたその言葉の持つ力、魔法が脳のプログラミングも変えてしまう可能性があるということについて菊池さんに伺いましたが、はい、はい、じゃあ前回の続きということで、よろしくお願いします。なぜっていう問いかけの言葉、はい、何でもない言葉なんだけどね、はい、これについて前回もちょっとお話したんだけども、はい、ちょっと簡単に振り返ってみると、はい、例えば千秋さんがお店の売り子でいました、はい、で僕が店長でした、はい、店長ですね。お客さんがパッと入ってきて、はい、一言二言あなたと話して、はい、で出ちゃいました、お店をね、はい、何も買わずに、で僕は店長さんを後ろで見てるわけだよ、はい、千秋さんちょっとこっち来て、なぜ今のお客さん買わなかったの、ああ、たらさ、はい、どう思うあなたは、あ、すいませんでしたって言いたくならない。もうまず謝りますね。ね、はい、結局今起きた過去のことを思い出すわけですよ、はい、でやっぱり責められてると感じるわけだよ、うん、感じますね。と次に言い訳を探すわけだよ、はい、私は悪くない言いたくなっちゃう、はい、で他の人の原因、あの人もともとなんか買う気なかったみたいですよっていう、まあ嘘を言うかもしれないし、はい、その場限りのことを言って、はい、逃れるっていうことが起きちゃうんだよ。ところがさ、はい、僕は店長として知りたいのは本当の理由を知りたいわけですよ。あなたも責めてないんです全然。そうだろ、そうですね、ぜ なぜどうしたの、なんで聞きたいんだけど、はい、言われた方はそうは受け取らないんだよ。受け取りませんあ、怒られてる思っちゃいますよね。でもじもじしてるとさ、だって分かんないしと思ってもじもじしてるとさ、はい、だからなぜって聞いてるだけじゃないとかって言われてますますささらに追い打ちを萎縮するでしょ、はい、あ、どうしよう怒ってる、これなんとかしなくちゃって思って、はい、いやなんか買う気なくてただ見ただけだって言ってましたとか言って嘘を言ってその場を逃げようとするんですよ、はい、結局意味がないんだよこの会話。そうでしょ、そうですよね。だから店長さんはなぜ今のお客さんが買わなかったのなんて質問しちゃいけないんですよ、はい、本当はね知りたいところはそこじゃないんですもんね。違うの、言われた方は責められてると思っちゃうからさ、思っちゃいます。例えばだよ、はい、で言い方を変えて、あのさ千秋さん、どうして今のお客さんが買われなかったと思うって質問すると、はい、すみませんからは始まらないんだよ。始まらないと思います
始まるでしょ、うん、あるいはもうちょっと先を見越したような質問もあるんだけども、はい、もしさあの人がまた来たらさ千秋さんどういうふうに対応するって言ったらさそうですねあですねこうですねってなるじゃない。なりますね。ね、例えば、はい、春先で新しい商品があったらこれだけ1個置いといて、はい、生地とか触ってもらっちゃったらどうでしょうねとか提案をするかもしれない。だから店長さんは、はい、でやってこないよって言ったらさやってみるじゃない、はい、そういうマインドをさ店員さんに持ってもらえるような言い方ってあるわけだよ、はい、それをさ単にさなぜ今のお客さん帰っちゃったのって言ったらさもう全然その先の会話もないだろ。ないですよね。なぜっていう言葉はとっても乱暴な言葉なんですよ。うーん、なるほど。気をつけないと怖いの。本当にそうですね。ね、うーん、だから例えばあのお客さん何があればさあと買ったかなとかさ、はい、どんなことやったらさ買ってくれたと思うっていうことをやっぱりあなたにそういう質問を して次の焦点を当てるってことが大事で、はい、何でもそうなんだけどさ質問の仕方でさ、うん、焦点見える焦点変わっちゃうんですよ。そうです。あ、そういうことですか。うん、そうなんですよ。だからさ要は懐中電灯と思って、はい、洞窟の中入ってもさ、はい、電灯で当てた場所しか見えないじゃない。そうですね、そこしか明かりがないんで、ね、そうでしょ、はい、水がちょろちょろ流れていくとああ濡れたら嫌だなと思いながら一生懸命照らしながら、はい、ピチャピチャ歩いてる時に天井いわゆる上にバーッとコウモリがいてもさ、はい、見えないわけだ。見えないです、ね、そんなことが起きちゃうわけだよ。あ、だからこれは店長さんがどこを見るんだよってことを教える必要があるから、はい、なぜ単純に聞いちゃうとただ責めてるだけになる。あ、すごいわかりやすい。確かにそうですよね。そうでしょ、はい、だこういうのがやっぱりまあ店員さんはわかるんだよ、あ怒ってるって思っちゃうから、うん、言えないじゃない。言えないです。そうやって聞かないでくださいって言えないでしょ、はい、だから上の人はこのことをちゃんと分かってないといけないんですよ。単に理由が知りたいから聞いてるんじゃないな、これは違う風に取られてるなってことをやっぱり分かんないといけない。でこれはいわゆるね、はい、今あなたが店員さんで僕が店長だったじゃない、はい、夫婦でも実は同じことが起きて。ご家庭でもですか。うん、同じなの。なるほど。奥様が旦那さんに対して、はい、ね、なぜあなたこんな風にお金かかるのとかね言うと、はい、ご主人はそれだけで責められてると思うんだよ。もういや思っちゃいますよね多分ね。思っちゃいますね、はい、あるいは千秋さん独身だけどさ、はい、夫婦でさ僕がさ、なあ千秋なぜこんなかかったんだ金がって言われたら、ええもう言い訳ですよ。絶対なんか怒ってる怒ってるって思っちゃう。思うじゃない。思っちゃいますね。要は非難されてると思ってしまうわけですよ、はい、ところが夫婦の場合は結構近しい関係になってるから、なんであなたに言わなきゃいけないのとかさ、私の事情があるのなってくると、はい、売り言葉に買い言葉なんだよ。これやりだしちゃうと、はい、もうさ全然違う方向にどんどん話がいっちゃうわけだよ。そうですね。でもその時にさ、はい、なぜじゃなくてねえねえ次からさどうしたらいいと思うって質問したらさ、はい、喧嘩にならないんだよ。確かに一緒に解決していける、ね、ような気がしますもんね。そういう気になるでしょ、はい、でもなぜって言ったらさビクッとしてさ、はい、あ絶対怒ってる非難されてるって思っちゃうでしょ。思っちゃいますね、どうしたらいいんだろうねって言ったらさ、はい、喧嘩になりようがないじゃん。そうですね、売り言葉に買い言葉なんてありえないんですよ。そうですね。たったこれだけの工夫で、はい、夫婦の間だって全然違ってくるでしょってことなんだ。確かに責めてないじゃんって言ったって、はい、いや言われた方が責められてる、責められてるように感じるんですよね。そうでしょ、はい、この辺は国語では教えない世界なんだよ。単に理由を聞いてるだけでしょって言うんだよ。そうですよね、うん、もう英語で言うホワイなんですけど本当になぜってで当たり前のように日常でも使いますし、ね、それこそ学校でも教わりましたけれども、うん、使い方がとても難しい単語だなと。簡単な言葉だけに注意しないと、特に上位者が言う場合は注意をしないと、はい、本当に得たい答えは得られないかもしれない。そういうことですね、うん、まあ注意すべき話だね、はい、実はねまだなぜっていうのはこれだけじゃなくて他にもたくさんあるので。え、またそうですか。今日はちょっともう時間もないのでまた次回お楽しみにしてください。あ、楽しみにしています。また違うのはありますから、はい、たったなぜだけで。いやもう楽しみで仕方がありません。はい、ありがとうございました。どうもありがとう。はい、はい、ではですね、菊池さんの説明ですね、もう一度こう聞き直したいという方はこの番組放送終了後約1週間程度で YouTube に言霊アラカルト再編集映像配信版としてアップされておりますので、アルファベット大文字で言霊、カタカナでアラカルトと検索をしていただきまして、ぜひ改めてご覧いただければと思います。
なおですね、このコーナーでの菊池さんからのアドバイスはあくまで情報提供としてのものなので、うん、まあ、一般的によく使われる言葉とか表現から出てくるフレーズなので聞き逃さないように注意していただくとともに、何気なく使われている言葉の裏側にあるその人の意識を言葉から探り見極めていくことで、相手とのより良いコミュニケーションに活用していけるのではないかと思います。そしてこれは、まあ、他人ばかりではなくて自分自身を知ることにもつながっていくスキルなんですが、あくまで参考にするものであって断言するものではないこと、くれぐれもご注意ください。皆さんいかがだったでしょうか。何気ない言葉や言い方でもその人の心の奥底にある意識が隠れてるのかもしれません。まさに言葉の魔法です。次回もね、楽しみにしたいと思います。以上、言葉の魔法のコーナーでした。千秋のマンスリーソング。さて、このコーナーは私佐々木千秋のお気に入りの楽曲をかけさせていただくコーナーです。今回はスピッツさんのチェリーという曲を選ばせていただきました。はい、スピッツさんなんですけれども、まあ、このチェリーという曲なんですが、1996年の4月にリリースされた曲になっておりまして、まあ、あのチェリー、まあ、いわゆる、まあね、あの桜チェリーブロッサムって言いますよね、ということで、まあ、ちょっと春に聞きたいなということで選ばせて、はい、いただいたんですが、ね、何でしょうね、春ってこう今までのあったこと、嫌なこと、忘れたいこと、なんかこうリセットできる、うん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 、そんな季節のような私はいつも感じていまして、なんかこうそいろいろ忘れさせてくれるけど、時間が経つといろいろ思い出させてくれる、そんなね素敵な季節だなということ で、ね、はい、前向きなメッセージも込められておりましたので選ばせていただきました。改めまして、筆跡や言葉の使い方などに注目しておりますこの番組、言霊アラカルト、担当は菊池克人と佐々木千秋です。続いてのコーナーは字は体を表すのコーナー。このコーナーは筆跡心理コンサルタントの菊池さんが文字の書き方によってその心理分析をする際の簡単なワンポイントアドバイスをしていただくコーナーです。菊池さんにはどういった方が書かれた字というのは伏せまして、まさに字だけを見ていただき、こんな字を書く人はこんな性格といった解説をお願いしております。そしてリスナーの方でご自身の字を菊池さんに分析してほしいという方は、ご住所とお名前をご自分に手紙を出すようにお書きいただきまして、 03-3949-3472 までファックスをお願いいたします。それでは菊池さん、今回もですね、はい、次回ゲストにお招きする方に予告編ということでですね、どんな方がゲストに来ていただけるのかということを筆跡分析の立場であらかじめこうリスナーの皆さんにもお伝えしておこうかなと思っております。はい、ちなみに今回その方に書いていただきました文字は3文字です。はい、初めてですね、はい、3文字 で、はい、見学会、見る、学ぶ、会うと書いて見学会ですね。はい、この字では菊池さん、分析のポイントを交えながら解説をお願いいたします。はいはい、まずこの見学会という字を見た時に、はい、まず 左上のですね、はい、ここに隙間が空いてる書き出しのところ、はい、見るという字ですね。そうですね、見るという字のね、はい、これ空いてる方っていうのは、はい、いろんな考え方があっていいじゃないか、あるいはいろんな選択肢があっていいじゃないか、はい、もっともっと自由に考えようぜっていう思いがとっても強い方がそれを開けると言われてるんですよ。もともと教わった字ってそれ閉じてますよね。そうですね。でも開けたっていいじゃないか、いわゆるそれが発想そのもんで、はい、いいじゃん、わかるから、いいじゃん、いろいろあったってっていう考えがあるんだね。はい、でこの方の面白いのは、はい、じゃあ右上のね、見るっていう字の目という字の右の上ね、はい、この角が結構鋭角に曲がってるんですよ。はい、きっちりと回っておりますね。きっちりと回ってる、はい、でここは教わった通りのことを書いてるんですよ。うん、したがってこれ行動面を見るときに言うんですけども、はい、きちんとした行動を取っていこうよっていうことをやる人なんですよ。でもこっちが見えるでしょ、世の中には、周りの人にはさ、いわゆる決まり通りきっちりやろう、ルールがこうなんだからやろうよっていう感覚で、そういう行動が見えるじゃないですか。はい、そうですね、行動面では、ね、はい、そうするとその行動面が見えるってことは発想も同じようにそうなんだろうなと思われてしまうところがあるんです。ところが発想面はこの人結構あれこれいろんなこと考える人なんだよね。こんなことあったっていいんじゃないか、面白いんじゃないかみたいなこと考えるんだけども、はい、行動は結構固めに見えるので、はい、そのいろんなことを考えてるところがとても分かりにくいというところがあるかもしれない。あ、なるほど。この人は、はい、あと見るっていう字の、はい、目という字の下、はい、
が隙間が空いてるんですよね、左右ともね。あ、そうですね、はい、つけていないですね。こういうとこね、開けてんだよね、はい、でこれを開けるというのは、これは確かにつけても開けても見えるよね、読めるよね。まあ読めますね。これがついてなかったら見るっていう字読めるとかありえないじゃない。はい、でこれ一番最後の部分で、はい、やっぱり書いて縦線に対して横線の始めを重ねて一緒に書くってことは結構難しいんですよ。あ、こういうの開けた方が楽でしょ、ピッと書きゃいいんだからさ。そうです ね、これは結構最後の最後まで自分が見なくちゃいけないと思ってない人なんですね、結構ね。もっと言うと任せたくなっちゃう、最後の最後は。あ、そうなんですね、うん、だから、うん、まあいいんじゃないかと、うん、私じゃなくても最後わかるよねみたいな、これ誰かに任せたいなっていう感覚が結構起こりやすい人である可能性があるね。なるほど。でただ面白いなと思うのは、はい、この人見学会の学っていう字、はい、子供の下をちゃんと羽を跳ねてるんですよ。そうですね、ぴょんと跳ねてありますね。跳ねてるでしょ、はい、でも見るっていう字の一番最後はそんなに跳ねてないんですよ。本当だで今見るという字で言ったように下が隙間が空いてるから、はい、最後まで必ずしも見なくちゃいけないと思ってないところもあるわけですよ、ところが跳ねてる、しっかり跳ねる方っていうのは最後まできっちり見ることが多い人なんですよ、はい、これ相矛盾してますよね。そうですね。で僕はこの人に聞きたいんだけど、はい、何を基準にして使い分けしてんですかってことなんだよね。あるものはやろうよ、はい、最後まできっちりとって思ってんだけど、はい、あるものはまあいいんじゃねえかっていうのがあって、なるほど、それが何かの基準のもとにやってるんだよね、はい、この人はね。多分ね分かってないと思う、ご自身がですか、うん、自分が。そうなんですね。でそれを知ることによって、はい、それがこの書いた人のそのものです。面白い。だからそういったものを、あ、結構使い分けしてるよねってことがもう多分分かってないと思うから、はいはい、何を基準に使い分けしてるのかなってことが分かると自分のことを知るいいチャンスになりますよね。そうですね、はい、そんな風にこれは見れますね。あと学という字の横線が結構長めなんだよね、子供の子の横線のところですね。横線がね、はい、これが長めの方というのは、はい、結構本格的なスキルとか自分の高い知識とか専門性とかっていったものに対して、はい、結構関心がある方です。はい、結構強いんですよ。だから それを得るためには、はい、結構いろんなことやります。なんともないです、自分の中では。もう苦労とかそういう感じで全然来ると思わないですね、うん、これをやるために必要だからやるんですよね、自分のスキルが上がるからですよねっていう感覚を持っていて、ある意味では自分を磨くってことに対して積極的ですよね、はい、うん、まあそんなことがよくわかるね。なるほど。だからこの人はやっぱりスキルを上げていくってことに対しては、はい、どんどんこう燃えるモチベーションが上がるようなことをね、はい、結構思ってると思いますよ。ぜひお会いしてみて、はい、そのモチベーションの上がる ね、はい、源泉がどういうとこにあるのかなってのはちょっと聞いてみたいところがあるね。いやー本当ですね。なんか同じ人の字なんですけれども、つけたりつけなかったり、そうそう、跳ねたり跳ねが少なかったり、面白いですね。そうなんですね、字によってまた変わってくるんだなというふうなところ、うん、まあ今日の字は3文字なので、はい、必ずしもこれ限定的に言えるものではないんだけれども、でもそういう傾向があるよっていうことで、うん、こういう字を絶対書かないって人もいますからね、世の中にはね。あ、なるほど、見るっていう字を一番上は必ずつけるとかさ、はい、角は丸く書くとかさ、はい、もう最初からそうだっていう人もいるわけであ、確かに、こういうところのちょっとしたところで、はい、その人のなんていうの、考え方の差とかさ、はい、姿勢とかさ、思考の癖なんかがまあ分かるよねっていうことですね。はい、いや本当に今回3文字ということで、はい、すごくね、またちょっと一文字とは違ったそれぞれの字を比較しながらこう、ね、拝見させていただくことができまして、こう面白いなってこう思いましたねこんなにも違うのかというところで、はい、はい、とても勉強になりました。よかったです。はい、ありがとうございます。いや、皆さんいかがでしたでしょうか。まあ、次回のゲストさんですね、私がちょっと今お話を聞いた感じですと、まあ、きっちりと真面目にされているんだけれども、実は自由な発想性をお持ちで、さらに専門性も高いというところで、うん、どんな基準でいろいろなお仕事について物事を見ているんだろうというところから、ね、うん、はい、とても真面目でそして専門性が高いというイメージがすごく私の中では強かったので、そういった方が今回次回ですね、次回のゲストさんとなっております、ね、実際お会いしてみたらどうなんでしょうね、うん、はい、皆さんもね、私もね面白いと思う、はい、お楽しみにしていてください、うん、はい、
ただですね、この筆跡診断なんですが、まあ、あくまで筆跡からその人の特性を読み取っているだけなので、その特性がいいとか悪いとかの判断を行うものではないこと、うん、あらかじめご理解とご注意ください。そうですね、はい。で、繰り返しになりますが、リスナーの方でご自身の字を菊池さんに分析してほしいという方は、ご住所とお名前をご自分に手紙を出すようにお書きいただきまして、 03-3949-3472 までファックスをお願いいたします。以上、字は体を表すのコーナーでした。皆さん、なんともうエンディングのお時間になってまいりました。言霊アラカルト、いかがだったでしょうか。この番組は毎月第2、第4土曜日お昼14時30分からお送りしておりますので、ぜひ次回放送も同じ時間お耳にかかりたいと思います。菊池さん、今回はいかがでしたか。いや、なんか桜が散っちゃったよねなんて話をしていて、あっという間に終わっちゃいましたね、はい、そうですね、ちょっと桜の話がはいまあでもこう季節をね感じながらお話をさせていただけるというのは、ね、これから東北の方はね、はい、いいからね。そうですね、うん、東北の方もどんどん北上していきますから ね、はい、お花見の方も楽しんで楽しみだと思います、はい、いただければと思います。ではこの番組へのご意見、ご質問、感想などお便りをお送りいただきますようお願いいたします。メールアドレスは info@plus-vox.com info@plus-vox.com 言霊アラカルトまでお待ちしております。それでは言霊アラカルト、またお耳にかかりましょう。皆様のお相手は菊池勝人と佐々木千秋でした。ではまた次回お耳にかかりましょう。